ミドルタウン軍区はアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部のバックス軍のタウンシップである。2010年国勢調査での人口は45,436人だった。ミドルタウンの南端にはレビットタウンの多くの部分が入っている。タウンシップの中にラングホーン、ラングホーンマナー、ペンデル、ヘルムビルの各ボロを包含している。 タウンシップの大半は、レビットタウンのの部分を除いて、郵便用住所にラングホーンを使っている。タウンシップの中にコアクリーク公園がある。またかなりの広さの保護オリンがあり、ネシャミニー高校背後の森が最大である。ネシャミニークリークがこれら森の中を流れている。また保護されている農園もいくつかあり。 中でもスタヤーの果樹園は1990年代後半に662個の住宅に転換するのを免れたものである。町内にはテーマパークのセサミプレイスがある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は19.4平方マイルであり、このうち陸地19.1平方マイル、水域0.3平方マイルであり、水域率は1.39%である。 ミドルタウンタウンシップは農業の街として始まり、ラングホーンやニュータウンといった公益の街が近くにあった。18世紀後半に建設された家屋や農園は別にすればタウンシップの中に歴史的な重要な場所は多くはない。ミドルタウンタウンシップは1950年までほとんど人が住んでいなかった。1930年時点で人口は2000人に満たなかった。 これが2010年には約4万6000人にまで成長した。1930年代にウィリアム・レビットが第2のレビットタウンの,の建設を始め、その中にはミドルタウンをはじめ4つの自治体の土地が含まれていた。タウンシップの中には12の開発地があり、その大半は数百個の住宅があった。これがタウンシップの中では最初の計画的住宅開発だった。一方、 ラングホーンテラスがネシャミニー森から建設された。この期間、タウンシップの人口は440%、すなわち2万人以上が増えた。その時代が進む間に、数万エーカーの原子林、うねりのある田園部、生産的な農地が住宅事業に飲み込まれていった。1970年代、オックスフォードバレーモールが建設され、短期間だが国内最大のモールだと言われた。 成長は今日まで続いたが、ミドルタウンは、公道に出た。タウンシップは、コアクリーク公園と呼ぶ、数百英間の土地を保存しており、その中には無秩序に広がるルクセンブルク湖が入っていた。多くの森林地といくつかの農場も救われた。町は、田舎風の田園地帯から高度に望まれよく、計画された町に生まれ変わり、犯罪率は低く、教育学区は賞をもらえるほどになった。 これが今でも町の人口が増えている理由であり、州外からの移転者や海外からの移民を多く引きつけている。ミドルタウンはその便利な場所からも利便性を得ている。軍のほぼ中央にあり、フィラデルフィア市、トレントン市、プリンストン市を含めたの自治体にも接近している。週間高速道路95号線とアメリカ国道1号線が町内を通っていることで、 ラッシュアワーの交通を除いて、住民の通勤が容易となり、その渋滞も現在進行中のプロジェクトで大きく緩和されてきている。エッジモントとヘアウッドビーチウッドがアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。2010年国勢調査時点での人種別人口構成は、ヒヒスパニック白人88.3%、黒人3.2%、 インディアン0.2%、アジア系4.0%、根結1.6%、ヒスパニック系3.1%となっていた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。デラウェアバレーにある多くの町と同様に、ミドルタウンの移民人口が急増している。多くの新規大規模住宅開発が進み、家屋の多くを 外国生まれの住民が購入している。移民の構成として、インド系、韓国系、メキシコ系、ロシア系が多い。さらに、中国系、ヒスパニック系、アラブ系もそこそこおり、増加しつつある。ヨーロッパ系移民とは別にして、1990年以降に多くの移民が入ってきた。ミドルタウンはバックス軍の他の地域と同様、 田舎風田園部の感覚が残っていたので、政治的には共和党の支持者が多かった。しかし、成長の時を経て、民主党議長のジョン・トースや、民主党が強い地域からの移住者が増え、バックス軍とともに急速に民主党支持に変わってきた。ネシャミニー教育委員会とミドルタウン監督官、評議会はどちらもかつて全員共和党員という状況だったものが、 現在は一党支配になっていない。2006年中間選挙で、州知事のエドレンデル、アメリカ合衆国上院議員のボブ・ケーシー、衆議会会員第142選挙区のクリス・キングは、すべて民主党員であり、ミドルタウンの票を制した。アメリカ合衆国会員ペンシルベニア州第8、選挙区は、共和党のマイク・フィッツパトリックと民主党の選挙戦は、大接戦となり、 他の地域と同様にほぼ50対50で票を分けた。オックスフォードバレーモールが活発な小売業地域の中心にある。このモールを囲む地域は過去20年間で大きく成長し変化してきた。かつてのモール周辺は自動車のディーラーや修理工場が唯一の建物だった。今日30以上の自動車ディーラーが残っているが多くは新しい波のために解体されてきた。 40以上のレストランチェーン店が付近にあり、小売店も増えてきており、例えばターゲットコーポレーションターゲット、ベストバイ、ウォルマート、ザホームデポ、ステープルズ、バーンズノーブルがある。過剰気味の家具店もあり、他に様々なホテルチェーン店、総合病院、オフィスビルが並ぶ。このモールの周辺に多くの住宅が建設され、中でも最古のものは、 レビットタウンの一部である、ラングホーンガーデンズである。新築のタウンハウス、集合住宅、大型の家族向け一戸建て住宅が建てられてきた。交通が大きな問題になってきた。近くにあるアメリカ国道1号線と、週刊高速道路95号線が、モール近辺の道路を混雑させており、また、地域人口も過剰気味である。 このモールから車で10分以内の地域に40万人以上が住んでおり、近くのニュージャージー州から多くの通勤者も入ってきている。主要なアクセス道路のために多くの道路建設計画が組まれている。地域では外国生まれの人々が多く、しかも急速に増大している。他の大陸から来た多くの人々がモールの近くに入った。付近には様々な民族の料理店。 教会、スーパーマーケットがある。ミドルタウンでは1950年代から現在に至るまで数多い様々な住宅が建設されてきた。1950年代に起きた住宅開発のほとんどすべてはレビットタウンのものだった。住宅は低価格の一戸建てから、広大な価格一戸建てもあれば、タウンハウス、集合住宅、介護付き住宅、アパート、デラックスのアパート、 55歳以上向け住宅まであった。ミドルタウンにトレーラーの駐車場がない。1950年以前に建設された住宅は数えるほどであり、最古のものは18世紀まで遡る。しかしそれらは孤立した住宅であり、散開していた。デビットタウンが最初の計画的開発だった。家が散開していた時代に重要だった地域はパークランドだった。 20世紀と21世紀の各10年ごとに建設された家屋が今も見られる。パークランドは現在最も土地価格の安い地域であり、ミドルタウンの他地域よりも家族の収入が低い。ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧。 アメリカンファクトファインダーユナイテッドステイツセンサスビューロー2008年1月31日閲覧ありがとうございます。